何か。
しいこともあります。分かり合えないことも、気持ちがすれ違ってしまうこともあるでしょう。あなたのお母さんもそんなつもりではなかったのかもしれません。今はそう思うのは難しいでしょう。ですが、いつかそう思える日が来るよう歩いていてほしいんです。この世界がたくさんの愛で溢れていること感じてほしいんです。あなたが望むなら、私は神があなたをいつだって愛してくれていることをあなたが感じられるようになるまで、今日もありがとうございます。それはどういった気持ちに嘘はありませんか？わかりました。これは神の愛、神の愛。どうぞ。迷えるあなたのためですから、我が主もあなたも。それで今日お話ししたことは